はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は、女性向けの、ボディメイクについてお話をしていきたいと思います。実践というよりも、ちょっとお話メインになるので、実際のエクササイズの動画はね、まだちょっと小分けにして出していこうかなと思います。皆さんね、ヒップアップとか、バストアップとか、あとは二の腕のたるみを取りたいとかっていうね、悩みが女性の方すごく多いんですけど、ヒップアップしようとしてる人は、この前ちょっと出しましたけど、お尻のトレーニングね、ヒップリフトとか、そういったものをやってる方が多くて、で、バスト周り、気になる方は胸のトレーニングをやってて、ね、二の腕のたるみが気になる方は上腕三頭筋のね、こういう種目とかをねやってる方が、実は多いんですけど、まあ、もちろんね、回数とかの設定方法にもよる部分もあるんですが、少なからず筋肥大します。はい、筋肥大ってことはね、大きくなるんですよね。ってことはお尻大きくなっちゃいますし、胸に関しては、大きくなるというより胸が強くなると、胸の方にこう肩関節が引っ張られていくので、猫背になって逆に胸が張りにくくなって、胸がね、バストアップされて見えないような状況になります。で、二の腕に関しても肥大していくので腕が太く見えるっていう状況がね、起こってきてしまいます。で、どこを鍛えたらいいかっていうと、僕は背中だと思います。はい、背中を鍛えてあげることで、背中からね、二の腕とかお尻を引っ張ってあげるわけですね。そうするとヒップの位置が上に上がって、二の腕もね、背中からぐーっと引っ張ってもらえるので、引き締まったね、二の腕とかお尻が手に入るんじゃないかなと思います。実際、誰かに背中側からね、服をこうやって引っ張ってもらうとよくわかると思います。はい、そうするとね、二の腕の方まで引っ張られる感じとか、背中の方を引っ張るとね、お尻の方がこう持ち上がっていく感じがわかると思います。背中をね、トレーニングすると背中が引き締まるんで、二の腕とかお尻もね、引っ張ってって、引き締めてくれるわけですね。ということで、女性の方は特に、背中のトレーニングすごい大事にしてあげてください。で、ちょっとね、僕が働いてるジムでは、ジム内で撮影ができないので、どうしてもそのマシンでの、トレーニングとか説明できなくて申し訳ないですけれども、ラットプルダウン、上からバーを引っ張ってこう下げるような種目なんですけれども、それで広背筋を刺激入れてあげると、かなりね、ヒップアップと、上腕三頭筋、二の腕の引き締めにも、効果があると思いますので、ぜひ背中のトレーニング試してみてください。ラットプルダウンできない方は、以前こんな動画を出しました。まずは手を上げて手ブラブラ、そのまま肩の力を抜いて肩をストンと下ろした状態で肘を背中の方に隠していくように引きます。はい、この時に背中にギューッと力を入れます。で、ゆっくり戻す。ギューッギュー、これを20回2セットぐらいやってあげるといいかなと思います。結構ね、辛くなってきますよ。はい、で、第2段階は今のに側屈を加えます。バンザイして引いて側屈戻す、バンザイして引いて側屈戻す。こうすると広背筋により収縮しているイメージがつきやすいので、ぜひぜひやってみてください。猫背を解消するためのね、背中に刺激を入れるためのエクササイズですけれども、こんなものでもいいと思いますので、ぜひ背中を意識しながらね、日々生活をしてみるとだいぶ変わるんじゃないかなと思います。それからバストアップに関しても、猫背にならずに背中で引っ張ってこうしっかり胸の張れる姿勢をとっていただくと、何よりね、この丸まってる姿勢を直すために背中を鍛えてあげていけば、二の腕もお尻もね、同時に引き締まっていきますので、女性の方、ジムに通ってる方はね、ぜひ、背中のトレーニングしていただいて、あとジムに通ってなくても、うまくね、筋肉を動かせば、この動きだけで実はね、背中に刺激を入れることができます。はい、で、以前そんな動画も出してますので、こちらにね、貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。はい、本日はね、ちょっとごめんなさい、パーソナルトレーニングの指導の方でバタバタしていて、ちょっと編集する時間がね、少なめなのでトーク中心になりましたが、女性の方ぜひ背中を意識してね、トレーニングするようにしてみてください。それがね、目的とする綺麗な体に近づくことになると思いますので、ぜひ背中のトレーニング今日から取り入れてみてください。はい、本日は以上とさせていただきます。私のこちらのメインチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからツイッターのフォローもお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。